今、人間が行ってる半分以上の仕事を私たち AI が行うようになると言われています。もし、日本にベーシックインカムが誕生したら？もうやめて！娘の学費のことを考えると頭が痛い。でも、お金のことでこの子の未来を諦めたくない。オフィスの窓から夕日が沈むの見ながら。落ち着いてください。高円寺の武者は我が市が誇る外国的な企業にしてる。そんなサクセスストーリーはいらねえんだ。まだ仕事は。ひろちゃん来月40歳のお誕生日よね。はい。じゃあ仕事を作ればいいんじゃない。仕事を作るって？猫が好きだから猫カフェ作ったりとか。